今回引退勢がたまげたカードは、こいつだー。ラグナロクザクロック。低コストのシールドトリガークリーチャーですな。こいつは受け札にて最強だぞ。効果は、このクリーチャーが出た時、ターンの残りを飛ばす。え？次のプレイヤーのターンをすぐに始めるってことらしい。それってかなり強くないか？例えば自分は以前紹介した遊破爆炎使って、相手がSトリガーでこいつ使ってきたら結構きつくないか？あのデッキ1ターンでドラゴン一気に並べてタコ殴りにするデッキじゃん。そこで攻撃が、ピタッと止まったらきついと思うのだが。だが、弱点もちゃんとあったぞ。まずこいつはシールドにいないと、マナに埋まるくらいしか仕事がない。普通に出してもあまり意味ないからね。そこで相性のいいこのカード。トライガードチャージャー。これで早いターンでシールドに仕込むのだ。エメラルみたいな効果してますな。これは純粋な疑問なんだけど、トライガードでシールドに埋めたカードって早めに処理されるのか、それとも後々なんとかするのか、わからんな。まとめ。弱点要素に特化したいいカードだと思いました。でもこれあれだよな。自分で使うとそれなりみたいな感じで、相手が使うとめっちゃ強い的なカードだよな。わからんでもない気がする。ついでに言うとデュエマは、微妙に使いづらく、尖ったカードを作るのが上手いなと思いました。たまにアホカードも作るけどね。